はい、どうもチャンクです。はい、こんばんは。はい、この前のライブでしたんですけど、今日はね、ちょっとね、一緒の友達の YouTuber の山ちょくんとね、かわいいさんとね、いろいろあった山ちょっとね、うん、今ね、ちょっと眩しいんですけど、あの倉敷の美観地区の方に来とって、まあ地元の人しかわからんと思うんですけど、 IB スクエアっていうところに来とって、まあね、ちょっと倉敷の街をブラブラしてご飯を食べようかなと思いつつね、この山ちょっとね、今日土曜日の晩なんですけどね、うろちょろして楽しみたいと思います。行きましょう。イエイ。家の通りなんかいいな。そう、美観地区綺麗よな。ビデオカメラ結構本格的だけん、やっぱ YouTuber じゃねとか言われるけんな。うん、やれるやれる。倉敷の YouTuber 密着24時。山ちょ、逆密着。すげえな。こっち行く？こっち行く。こっち？あれ？なんかよう知ってるそうだもんな。うん。美観地区どう、山ちゃん。うん、綺麗。うん、綺麗。夜はいい感じやな。キモいよな、男二人で。どう、綺麗キモいよな、普通考えて。なんかやっぱ人少ないな。少ないな。思ってる。ほら、まだ早いんかな、時間が。多分な。いいんですかね、ここで。はい。はい、じゃあここね、福杉っていうお店なんですけどね。キリンでいいです。キリンで。はい。レンズ買おうかな。これのもう一個広角の。またビデオカメラのレンズ代が高い。なんぼすん？1万ぐらい。マジで？はい、はい、はい、どうも。おすすめって何です？おすすめ、今日のメニューはこっちになるんですけど、どういうのがいい？ガラエビの唐揚げと、ゲソの天ぷらください。はい、シーザーサラダ1つ。はい、うまき1つ。はい、美味しそうにすぐなぁ。慣れてますから。そうそう、いただきます。うまい。お通し知ってたね。うん、ポテチいいじゃない。ポテチやな。そういや、これここって禁煙できる人やん。いやいや、これ灰皿だ。これ灰皿やな。うん。前、JFE でブルドーザー乗ってたんよ。うん。で、また岸壁だけん、JFE の管轄外から、あの、中谷とか船の中で水曜日したらおったの。うんうん。もうそんな感じでずっと水曜とか、1日多い時で3箱行くぞ。マジで？気持ち悪いな。飯食えま。飯食えま。もうなんか参考体じゃけん、飯の時間がまだその完璧って昼の休憩決まってねえかったわ。うん。でもう開始1時間後とかに食休とかだった。食えねえんだ当然。でそっからめっちゃ長いけん。めっちゃ吸うわな。最初やってやらカラオケボックスで罰ゲームの遊び。もう1年やあれ。1年じゃな。まあ、今見たら多分俺も多分恥ずかしすぎて見ねえもん。うん、まあな。あれ、今千何百再生できてる。最近男のルーティン動画多いな。多い。うん。
昨日なんかマッチョ、マッチョの人、うん、めっちゃ筋肉ムキムキの人のルーティン見た。マジで21万体験なんでもルーティンはな、うん、デブ、まあ、ブームだな。あれもしょうか、あのテンチム、あテンチムも遠く混じりだけど、うん、ルーティンやるから、まあ、ルーティンで酒焼けてたらもちろさんじゃないじゃな、すげえな。あれもうほんま最近知ったんよ、存在を。もうすげえな、もうそれ一本だもんな。レモンチューハイからさ、レモンチューハイ一つで、はい、少々お願いします。まあトラック運転手は間違いねえな。いやもうトラックグレーだろ、あの仕事っぽい風景から全部カメラに入れてる。雰囲気で、うわーみたいな、思って、ええなとか、こうやって、よっちゃんも筋っぽく、いや、あ、なんか音楽やった。触れだけます。あー、地元で、なんか、山ちゃん、これ食ってみ。食う、ちょっとこれ、吸う、吸い終わったら、ええよ、取ってあげな。嘘やろ、やれ、チューハイのグレープフルーツをください。うなたまいただきます。うなぎ卵焼き、うまっ。グレープフルーツチューハイ、付き合うとしたら同業者がいいなと思う。同業者とか、まあ、同業者よりはそのある程度分かってくれる人、そうそう、ネット関係の、もうましては編集とか好きな人がいる。ああ、 YouTube のこと分かってくれる人、そうそうそう。でまあそのライブ、何でもいい、その YouTube 以外でもライブ配信者がおるわ。うん、失礼します。まあそれを思ってゲソ天です。うん、うまい。キャラの変身したら、あの真面目キャラから、うん、今のキャラに変えたかって聞いて、あの時ってスムーズに変えれた、変えれたいうか、客層何も問題なかった。ああ、でも言われたよ、そのふざけすぎみたいな感じだったよ。だけどそれが普通になったら慣れになるよな。寝るのは私、今でこそ変顔キャラがもうちゃんとっていう感じになってるな、うん、もともとしてかったね、その変顔キャラ、うん、変顔じゃけんおふざけキャラがしてかったわけよ、俺は。で今ワイがすげえだけ考えとって、うん、でワイのキャラで言ったら目指すところははじめ社長キャラなんかなと思っていて、うん、あのちょっとおっちょこちょいな、ちょっとドジっぽい感じのキャラ、うん、一回多分一番あっとんだけど、そういうところをちょいちょい出してったらやっぱ今すげえ来るんよ。はぁ、あ、おった、最後飲もう。いただきます。玉山鉄人、でもちょっと食べね、これ。あ、はい、ごちそうさ、はい、ちょっとエンディングしようか、ここで。はい、今日はね、山ちょっと山ちゃんとね、ご飯を食べて山ちゃんをね、慰める会っていう体でね、僕誘ったんですけど、はい、またね、またちょっとこういう身近なね、YouTuber がおるんでね、山ちゃんと一緒にご飯食べに行きたいと思います。バイバイ、山ちゃんから最後一言またバイバイしてしまった、うん、はい、暇つぶしの館です。はい、まあ今回、失恋記念ということで、あのチャンケさんと食事来たんですけど、はい、まあ、いい感じで、あの心の傷は癒えました。ありがとうございますまたあの近々動画アップする予定なんで、まあ、明日かぐらいにアップする予定なんで、そちらの方もよろしくお願いします。はい、また山ちゃんのリンクもね、また僕の概要欄貼っとくんでよろしくお願いします。バイバイ。はい、山さん、ジャンキーの前ですけど。ジャンキーの前。どうすか。
倉敷の街はなんかこの時間からすごい賑わってきてるな、はい、結構僕も顔が赤くなった、うん、酔ったわはい次行きますか、いやいやいや。